1976年に出版されたケイト・ウィルヘームによる SF 小説。ケイト・ウィルヘームの代表作に挙げられ、最高傑作とも評されている。1977年に9号賞長編小説部門、ローカス賞長編部門、ジュピター賞を受賞した。ネビュラ賞長編小説部門にもノミネートされている。タイトルは、ウィリアム・シェイクスピアのソネット集の ソネット73番から取られている。日本語訳は、サコマリコ訳で1982年に、サンリオ SF 文庫から出版された。2020年、草原 SF 文庫から復刊。近未来の地球では、核汚染をはじめとした、様々な要因から地球上の生物が滅びようとしていた。人類は徐々に生殖能力を失い、子供ができにくくなっていた。国と呼ばれる。 豊かな渓谷に住む一族は、財力を投じて、クローンの研究所を建設する。家畜から始まったクローン技術は人間にも応用され、秘密裏にクローン人間が誕生した。倫理的な問題は、目の前に存在するクローンの赤ん坊たちを前に、何の意味も持たなかった。しかし、クローン人間もクローンを重ねることによって、生殖能力が低下することが明らかになる。 文明を維持すること、すなわち人口を維持するために、クローン人間たちは、すべての子孫をクローンによっていることとした。同じ遺伝子から生まれたクローン人間には、自意識がなく、クローンの兄弟姉妹たちと離れていても繋がっている、感覚を共有していた。逆に、兄弟姉妹と繋がらずに一人でいると不安を感じるようになった。全体のために尽くすという思想が、当然のこととなり、 全体のために尽くせない人間は異常者として排除された。新たな宗教も誕生した。追悼式はその人間が社会的に存在しないことになり、追悼式が済めば他の兄弟はその兄弟と感覚を共有できないという悲しみすら忘れることができた。やがて、クローン人間たちによる社会は遺伝子の特性に応じて技術者や炭鉱夫や農民を作り出すようになる。 生まれながらに才能と職業が決まっていることが幸福と考えられるようになった。しかし突然変異として個性を持った人間も生まれていた。個性のある人間にとってはクローン人間たちによる社会は自由のない階級制の社会であり奴隷制度社会である。生殖能力のある女性はクローンを生むために繁殖員として 出産の役目に専住する人生を送らされるのであった。クローン技術の研究者デビットは研究成果におぞましさを感じて施設を破壊しようとするが察知され国の外に放逐される。クローン第一世代の女性モリーは探検旅行中に自我や芸術に目覚めて引きこもり生活を選択する。それがモリーのクローン姉妹たちに共有され姉妹たちの苦痛を 誘発するため、モリーは麻薬付けにされ、意に沿わぬ繁殖院にされる。マークはクローンではなく優勢生殖で生まれた子供。クローン兄弟たちもいないので感覚を共有することもなく一人で過ごせる。そのため、マークは常にクローン集団に厄介ごとを持ち込むので嫌われている。世代を重ねたクローンたちは想像力が欠如し、 適応能力も失われており、社会集団保持のためにマークは排除されることになる。ありがとうございます。